こんにちは。いや、ソフトバンクの対談の選手がいきなりずらっと公表されましたけれども、まあシーズンが終わったからね、はい、一気にでしたけれども、うん、はい、やっぱり中でも守護神のオスナ対談危機というのが大きくて、もともとロッテから今シーズンからソフトバンクに来たというところ で、はい、でチームはもちろん残留をこう、ね、お願いしてる。そりゃそうだろうな。はい、そうなんですよ。そりゃやっぱりいいピッチャーだもん。はい、推定年俸6億5000万円の1年契約で今シーズン契約したというところなんですが、そのオスナが自分は退団したい、古巣に戻るか新しい新天地に行きたいということを希望していると。だロッテか他のところに行きたいともう言っている。ロッテの居心地良かったんだろうな去年いや応援団すごいしな。そうですね、なんで出ちゃったんだろうっていう。じゃあお金じゃないのやっぱりそうか、まあ、途中から去年も来たしね、はい、だから日本の事情っていうのはよく分かってなくて、はい、それでやっぱこう自分の価値、うん、まあ、お金を出してくれるところに行くっていうのは、まあ、自然な流れではあったけどもね。そうですよね、うん、ただセーブを取ってないんですよね。楽天の松井投手が取りましたけれども、まあ、今シーズンオスナ投手は3勝2敗26セーブ、うん、12ホールド防御率 0.92、うん、まあ、本人としてやっぱタイトル、まあ、タイトルというよりもやっぱこれはチームの勝ち数だとか、うん、セーブシチュエーションで9回どのぐらい来るかっていう、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、これはチームの事情によるところにあるよね、うん、タイトルっていうのは、はい、タイトルにこだわってるとかいうよりも自分の扱いに対してのことじゃないのかなっていうふうには思うけどね、まあ、ソフトバンクでもそんなに変な扱いはしてないし、はい、まあ、ちゃんとした扱いはしてくれてるんだろうけども、やっぱこうチームの雰囲気だとか、まあ、そういうのが自分に合う合わないっていうのは肌で感じる部分ってあるよね、うん、ありますね、あの言葉は通じなくたとしてもね、はい、だからそういう意味ではその古巣のロッテだとか、はい、まあ、そういうところが居心地が良かったのかなっていうような感じはするけどね。そうですよね、うん、となるとやっぱねロッテとしてはありがたい、交渉しますまたってなりますよねそこまでお金が出せるかどうかだよねまあそうですよね、うん、まあ、ソフトバンクはねきっとさらに今年よりもいい年俸でっていう残留っていうことは提示してくるでしょうけど、うん、その他の球団ロッテっていうところももし金額が若干下がったとしても居心地いいところに行きたいなと本人が思う可能性っていうのは、まあ、あるだろうね、うん、まあ、やっぱりね仕事する上では仕事する環境、うん、まあ、コンちゃんなんかは逆に成績がグーンと上がったっていうのは、はい、ソフトバンクの雰囲気とか、はい、そういうのが合ってたんだろうね、うん、やっぱ勝負をするという。で、まあ、日本ハムが勝負をしてないっていうわけではないけど、はい、今発展途上じゃない日本ハムって。でソフトバンクっていうのはもう常に勝負勝負って、うん、だからああいう緊張感が多分コンちゃんの中にはあったんだと思うけども、まあ、オスナは、うん、まあ、合わなかったというかさ、うん、まあ、そういうことかなっていうふうには考えるけどね、まあ、そうです。まあ、居心地が良かったらいると思うんだけども、まあ、そうですね、まあ、そうではなければやっぱこういいね外国人ってすぐ移籍できるから勝手にそうですね、単年1年契約にすればこうやって移籍できます、うん、じゃあこれ他セーパー他はやっぱりもう巨人とかもあるよね。あ、十分にありますよ、ね、十分にあるよ。各球団が一斉に行けってなりますねこれは横浜だってあると思うからね。確かに DeNA も、あ、十分ありますね。でももうバファーズ変えてくれみたいなバファはもうね、どっちみちなんか出ていきそうな雰囲気があるから条件まで出して、はい、いやだからそこに合うのはもうソフトバンクしかないよみたいな。まあ、ソフトバンクね、そうですね、バファ投手欲しいって言ってるので、ね、いや本当にいやオスナとトレードしてくれみたいな1対1の、うん、その代わり金くれみたいなど、まあ、そうですね、まあ、それもありえるかなんかね、はい、うん、だからまあなんていうのかな、やっぱ難しいな外国人は、うん、そうですね、うん、プラス他にも外国人対談になっているのが2年契約2年目のガルビス、はい、それから、ガルビスはね、はい、もっとやると思ったけどな俺。そうだったんですね。やっぱ来た年の1打席目かなんかで1打席目あったかな、満塁ホームランかなんかだったんじゃないかなっていう記憶があるんだけど、はい、この選手は俺もっとやると思うんだよね使ったら、うん、うん、もったいない、もったいない、もったいない。いくつガルビスはですね、33歳です、はいはい、で、1年契約のアストディーヨ、それからホーキンス、うん、で、今シーズン途中から再加入したデスパイネは、うん、もう退団というところで、まあ、デスパイネをね、慌てて呼び戻すっていうのがおかしいよね退団、そうですよね、うん、
不思議でしたね、うん、不思議だったね、はい、また複数年契約が残っているスチュワート、モイエル・ヘルナンデスは一応残留というところで、あとはあのガンケル、ああガンケル、ね、はい、阪神から行ったガンケルはまだ未定、去就は未定というところで、まあ、ちょっと外国人選手ガンケルもっと投げれると思ったけどな、なんでしょうねな、予想ちょっと豊さんの予想に反して、やっぱり怪我人とかね、うん、そういう状態が悪い人が多かったな、今年はソフトバンクはな、そうですね、うん、でプラスアルファ森唯人投手が、はい、どうやら戦力外、うん、構想に入ったというところの記事も出てまして、投げに投げまくったピッチャーだけどな、やっぱあの強い時のソフトバンクのやっぱり後ろっていう、まあそうだな、はい、ちょっとまあでも他が取るんじゃないのかなっていうような、うん、まあ、故障箇所がねどうなのかっていうのが、まあ、投げてたけども心配だよね他の球団っていうのは、でもそこがクリアになったらまだまだ俺はできると思うしね、そうですね、うん、だからやっぱりスタイルを変えないとな、ちょっと、うん、わーっと投げてて、はい、今までの球威がないのに、うん、え何みたいな打たれちゃうから、うん、だからまあスタイルをちょっと変えるか、まあ、思考をちょっと変えていくのか、はい、そうしないと今のままではやっぱどこ行ってもダメかなっていう、そうですね、うん、まあ、抑えから一回先発に戻ったりとかありましたけど、はい、どのタイプが一番、いや先発型ではないな、やっぱ短期集中型というか、はい、中継ぎでここって言ったところにバッと集中力を全部使うぐらいの、うん、やっぱ投手だね、はい、だから先発だとやっぱこうなかなかやっぱ長いイニングっていうのはああいうスタイルで投げるっていうのはちょっと辛いかなっていうふうに思うから、うん、だからやっぱ中継ぎがね不足してるとか、はい、まあ、そういうところっていうのは森はハマってくるかもね、あそうですね、うん、他の球団でセパ、はい、両方ともね、うん、でもここまでやっぱり外国人選手でも、まあ、一気にこう出るということは補強するってことですよね、きっと、いや枠を開けたっていうことだからなですよね、まあ、ルーキードラフトも含めて、はい、いろんなことはやっぱソフトバンクは考えるだろうね、そうですよね、うん、だからやっぱオフの補強だったりとか FA する選手を取りに行くために、まあ、その枠を開けに行ってるんだなっていうのは感じますよ、ね、でもオスナはものすごい人気になると思う、はい、あコンオフ争奪戦、やっぱ安定してるもん、ただ年俸6億いうっていうのは限られた球団しか出せないよね、金額的にはそうですよね、うん、だから下げてくれるんだったらまだね、うん、はい、交渉の余地はあるけども、うん、下げないっていうんだったら、まあ、巨人がそうですねかなって思うよね、これ本当に古巣に戻る可能性っていうのも、うん、もう一回出戻る、古巣に戻るんだったら自分が希望するんだったら、うん、あの少しでも下げてもね、うん、まあ、4億ぐらいでみたいな、はい、でも2年で10億もらってるんだから、もういいだろうかでいくら欲しいんだって確かに、まあ、代理人が入るのできっと代理人まあ、ね、取られるのかなっていうのもありますけどね、うん、だからさ戻るもよしね、はい、うん、他行くのもよしよし、ただやっぱり人気にはなるオスナはね、まあ、コンオフの人気になりそうなのってやっぱバウアー投手、オスナ投手とかなんですかね、一番って、いやそうなるやろな、バウアーは争奪戦になると思う、なってますもんね今から、しかも SNS でそのバウアー投手が阪神のファンの方だったりとかソフトバンクのファンの方にいいねしたりコメント返ししたりしてるんですよ、君の球団のマスコットはスターマインよりもイケてるかいとか、何言ってんだよ俺のお前 DM 返しとくんすんなよお前お前何考えてんだって皆さんコメントしてみたらどうですか、いらないもうコメントなんかしないよバウアーにだからバウアーとオスナ、うん、この両投手が外国人ではちょっと争奪戦になるのかなって、まあそうだな、うん、やっぱ欲しいだろう、欲しい、2人いたらいいよな、ソフトバンクがねオスナ投手が残留でバウアー取ったなんてだったら、いや仮に巨人に、はい、ね、バウアーとオスナが行ったとしたらすごい、これはやっぱすごいよ、ですよね、これは一気に優勝候補になる可能性もあるよ、そうですよね、うん、この戦力はなあ、はい、789が確立されてない、うん、ね、オスナが行くだけで大勢が前に行ってどうのこうのってなってくると、はい、それはやっぱ強力になってくるよね、ですよね、中川投手、例えば大勢投手、オスナ投手で中4でバウアーいるみたいになったら、ああいやすごいですね、いや中4でぐるぐる回るまた、まただまただっていや確かに、まあね、うん、ただ、まあ、濃厚ということで、はい、まだ決まってはないですよね、うん、はい、だから、まあ、はっきりしたことは言えないけども、うん、まあ、残るのがやっぱソフトバンクとしてはベストだし、はい、やっぱその努力はするだろうね、
そうですね、うん、ただまあ本人の、ね、意向が、まあ、古巣っていうふうに言っているんであれば、うん、まあ、その可能性も強いしね。ですね、うん、だけど争奪戦にはなるよ。もう確実ですね。確実になるね。果たしてね、このオスナ投手は来シーズンどこのユニフォームを着ているのか。そうだな、はい、バウアー含めてな、含めてそのあたりで、バウアーがどうしても気になるわ、ほんまに。いや、一番気になるところですよね。